先足は東京都目黒区の地名。現行行政地名は先足1丁目及び2丁目。郵便番号は152-0012。南端部で大田区と品川区に接する地区である。関七通りと東急目黒線が立体交差する付近に専足駅がある。周囲は原町が北東北から西に被さり、西側の一部は南が隣接する。 東側は、品川区、小山及び、旗の台と南西側は、大田区北専属と接する。二丁目は、田園都市株式会社が分譲した専属、田園都市の一部で、戦前からの高級住宅地。また、皇后、政子の出身地としても知られる。一方、一丁目は隣接する、原町一丁目とともに、住宅密集地でもあり、 東京都の機密地域不燃化10年プロジェクトにおいて不燃化特区の指定を受けて町づくりが進められている。住宅地の地価は2021年1月1日の工事地価によれば専属2の14の20の地点で77.1万円平方メートルとなっている。旧、江原郡群ひもにやむら。1 9 2年に目黒ロ田電鉄先属駅が開通したことから 千足の地名が誕生した。1924年に、現在の品川区と星に設立された、平塚裁縫女学校が、1926年に、専属高等女学校として移転。学校法人の説明によれば、これは地名に基づくものではなく、敬験なクリスチャンである設立者の、前田赤尾が、イエス・キリストが、弟子の足を洗ったことにちなんで命名した。 ものとされている。児童合唱で有名なひばり児童合唱団の本拠地もこの界隈である。一帯は大正時代末期に先族伝園都市として開発、分譲が始まった落ち着いた住宅地である。駅前にはかつて桜並木があったが昭和の初期に銀南並木に植え替えられている。千足という地名は隣接する大田区の北千足、南千足の千足と 東区中世紀の江原郡先属号に由来しており、先属分の稲が三木祖から免税られていたことから名付けられたという。先属と書き換えられるようになったのは、日蓮が池上に向かう途中に、ここの大池で足を洗ったという伝説によるもので、後、先属の大池が先属池と呼ばれるようになった。この目黒区の南端部に、先属の地名が定着していたのは高級住宅街。 専属田園都市の開発によるものであった。田園都市株式会社は、石踏スマ、ま、平塚、真米の三村にまたがる地域におよそ33万平方メートルの宅地を造成し、1922年に専属田園都市の名で分譲を開始した。翌1923年の目カ線専属駅の開業及びその半年後に起こった関東大震災により、 専属電園都市は東京市内から郊外へ流出する人に注目され、高級住宅街としての戦速が出現することとなった。2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東急目黒線専属駅がある。目黒線の駅では唯一目黒区に所在する駅である。 隣接する西小山駅も利用可能。東急バス駆動のみ。上機路線バスが通る円遊寺通りが専属駅から駅内を南北に通る。一丁目と原町一丁目の境目では東京都により都市計画道路補助46号の整備が進められている。目黒区先属、品川区小山7丁目を除くカトリック、専属協会。ありがとうございます。